ばんは。あきらさん、くま、ゆきかぜさん、つぼゆうすけさん、ありがとうございます。こんばんは。もっくんさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。ホタテサマーさん、くま、スカパラナさん、ブラウンヘアさん、ありがとうございます。おっと、見て、お団子。ひろしげさん、なっちゃんさん、ありがとう。キノピーさん、すごいかわいい。なにこれ、レインボーベア。セリアさん、レインボーベア、ありがとう。フュフュ、伝説のヒレポンさん、86さん、ありがとうございます。メイクちょっと残ってる、撮ったんですけどね、ほぼタワーセリアさん、タラ、ありがとう。なっちゃんさん、キノピーさん、ソウさん、天使のエナグさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。セリアさん、ありがとう。目がピンク、嘘、目は取った。深夜さん、ありがとうございます。初日を伝わ。レインボーベア。あー、明日行くね、待ってます。楽しかった。黙っちゃった。もっと舞台来てくださった皆さんの感想が知りたいんですよね。ありがとうございます。見え隠れしてお誕生日、お、しょうごさん、しょうごさん、おめでとうございます。よいしょ、しょうごさん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。あきらさん、トロンさん、シュージさん、カトユーさん、ミラニスト19号さん、ありがとうございます。シャンくんさん、レインボータワー、ありがとうございます。
ケロスさん、トカゲのおじさんさん、アキラさん、東京特許許可局局長さん、ありがとう。舞台行ってた人みんな良かったって言ってるからめちゃくちゃ行きたくなった。来てー、まだ全然間に合いますよ皆さん。目に浮かぶへえうんうんおう満月夜なへえぐーうー席が後ろでも楽しめます。あ、ダダダダムナさん、レインボータワー、タケトさん、レインボータワーありがとうございます。すごいいっぱい今日は舞台女優今村です。レインボーベアタワー、あー楽しかった。このタワー大きいね。画面に虹がかかってるみたい。確かにキャーイ。あーダメ、楽しい。ユースさんめっちゃ行きたいけどめっちゃ学校、土日もちょっと待って。ユウさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、ユウさん、ユウさんおめでとう、おめでとうございます。パンフにえっていうのが多いって書いてあったけど、そんなになった。え、多いよ、でも聞こえてないぐらいの絵なんか。楽しい、舞台って楽しい。何のここに来てだって。シティリバーさん、ヒレニアさん、マサヒトさん、アキラさん、スカパラダさん、おお、シュンタロウさん、シュンタロウさん、レインボーベアタワーありがとうございます。ありがとう、すごい。俊太郎さん、後ろの女性がミチのこと可愛いって言ってた。ほんと？うん、嬉しい。チケット当日券はありますか？え、でもアキラさん、大地さんありがとうございます。あるんじゃないかな。
でも何回か 見たくなるようなものだと思う。りょうすけさん、ありがとうございます。あったあった。そう、何回も見てあーあーってなりたいと思う。すごくないですよ、本当に。本当にちょっと皆さんに見せれるレベルになってましたでしょうか。どうですか。あ、楽しかった。フェイタリズム初心者でも分かりやすい。前作があるんですよ、これ。梅田さんがもともとひなぎくやっててっていう前作があるんですけど、そう、でも前作、まあ、前作見てた方だったらもなんか、あ、前のここだみたいなのもある時もあるんですけど、でも今でも大丈夫。これだけ見ても全然わかる。面白い、楽しい舞台です。カトユーさん、レインボーベアタワー、ありがとうございます。そう、うん、てっぺいさん、ありがとうございます。円盤か、レインボーがいっぱいね、嬉しい。ただ一回見ただけじゃ物足りない。アンコールの後の挨拶で吐けるとき、そう、ちょっとアクシデントがあったんですけど、全然大丈夫。綺麗に綺麗にスッてなったから。そう、 DVD になります。今日でもアドリブというか、アドリブというか、でもね、3回ぐらいアドリブっていうか台本と違う感じでしたよ。ベタ、え、だって本当にね、後ろ見てなくて大変だったね。ありがとうございます。舞台楽しかった、本当。私じゃない、あの他の方が違って合わせたところがあったんですけど、分かんなかったですよ。すごい、あと8回もありがとう、すごい。
ありがとうございます。でも全然アドリブ、アドリブ、あ、ここがアドリブでしたみたいなやつじゃない、なんか言い回しが違うみたいな感じなので。あー楽しかった。もう終わりが見えるのって辛いよね、何事も。もっと舞台に立ってみたいって思いました。もっと立てるかな舞台。ガッツ綺麗本当。声も通ってて上手だった本当。そうずっと舞台やりたかった。高尾さん美月ちゃんのことリピートしてくれんかな本当に。高尾さん歌さすがだった本当。歌も良くて、そうなんですよ。とってもいい舞台なんです。あっという間でした？見に来てくださった方。見に来てくださる方いますか？また明日から。そうよ。歌がね、歌が超ね、歌が超と超不安だったんですけど、今回公演見てお声がかかった。いや多分違います。2時間の間隔なかった本当。嬉しい嬉しい。あーよかった。面白かった。笑いました。来て、あ、指に書いてた。ありがとうございます。うん、
ありがとう。3回同じ移行されてる、なんじゃろ、行ってないから疎外感半端。そうですよね、ごめんなさい。そう、頑張るよ。泣いちゃう話？泣いちゃうよね。うん、楽しみだね。いや、元気そう。うん、楽しかったから。舞台がもうあと4日で終わるのが寂しいけど、でもその後ね、サードもあるし、瀬戸内巡りもあるし、いろいろとあるし、 BLT さんも発売されるし、楽しみですね。課外活動公演あるし、ほーすごいね。夏楽しみ、夏、夏楽しみ、とっても。やばいよ、夏やばい、やだ。今が終わりたくないけど、今が終わらないと次が始まらないけど、もどかしいね。もどかしい。楽しかった。ピロさん、シティリバーさん、カリスさん、サトちゃんさん、T6 さん、大崎上島のカズさん、キョウちゃんさん、ハンカレー大森さん、イシケンマシーンさん、ありがとう。シティリバーさん、キヨさん、東京特許許可局局長さん、ツーモさん、コウさん、ハンカレー大森さん、ありがとう。うん、そう、サードの握手受付もしてるので。何の曲、新曲かな。え、瀬戸内の声よ。溢れてもどかしい。6タワー書きましたよ。全員見せれましたよね。うん、レムニアさん、ナーヤさん、ありがとうございます。全然私握手の宣伝できてない。初舞台のお祝いにフォローしました。ありがとうございます。そういえこの前握手券決済済ませた。一周回って久々にね、全然やってないもんね。なん、夢は止めどなか溢れてもどかしい。
もう売り切れる。今4部完売。シャシュシュさん、コーラさん、ハンカレオムリさん、ありがとうございます。頼みかった。先に休み、休み中。皆さんはどんな一日でした？みつきちゃんは物販のとこ出てこんのね。ね、どうなんでしょう。行きたいけど、行きたいんですよね、とっても。全然しんどくないよ。全然楽しいじゃん。だってね、ああいうの物販に並ぶの大好きなんですよ、私。何でも好き。俳優さんが物販に来るとちょっと落ちちゃう。まあ確かにね。ひなは象徴だからね。皆さん、殿とか物販何かお買い上げしました？ダメや、舞台の話ばっかりしちゃう。名古屋とストーチが大好き。ひまさん、ありがとう。またまたのこと考えてた。物販結構並ぶの？え、わかんない。出てないから。そう、 T シャツお揃いできるから。白地に黒のやつ、 T シャツ買える。めっちゃいろんな色ありますよ。ひらぎくのかつらはちょっとどうでしょうかね。さとちゃんさん、ありがとうございます。いつもの夏と違うんだ、誰も気づいていないけど。はぁ、CD ね、いい曲多いですもんね。私も CD に声が入ってて欲しかったな。なんでないんだろう。なんで。なあやさん、ありがとうございます。席離れてると瞳の色入らん。色わからん。ほんと？すんごいカピカピしてた瞳。ドラガンさん、ありがとうございます。そう、結構目が。海の奥で太陽が見えるのは君。
に尊敬してます。ありがとう。ピンクに見えない、最近ハマるようになった。ミラニッサ19号さん、ゆうすけさん、ありがとうございます。そうさん、ありがとうございます。いろんな席からひなぎくを見たい。見て、うん、お祝いのお花はたくさん来たの。そう、お祝いのお花ってあんまりSTU の時にはさ、文化がないじゃないですか、生誕以外。これ朝も言ったっけ。でもさ、結構もう舞台何回も出てらっしゃる方々ばかりだから、共演者さんが、私少ないだろうなって思ったけど、皆さんたくさん送ってくださってて、そう、嬉しかった。とても嬉しかった。そう、皆さんありがとう、本当に。そう、頑張れる。双眼鏡を使ってる人いた？いなかったと思います。大関上島のカズさん、有馬さん、ありがとうございます。ファンレター、ファンレターも、そうです。いちご大福さん、ありがとうございます。お客さんのリアクション、やっぱりお客さんのリアクション、そう、あの練習してる時にさ、ないのってさ、見てくださってる方のさ笑い声とか、本番になってから初めて練習の時も、あの武漢さん、舞台監督さんとかのが笑ってくださることはあったけど、お客さんが笑ってくださるっていうか、お客さんの生の反応って本番で初めてあるものだったから、そう、なんか何、初日迎えて、そう、みんなんか、あ、笑ってくれたみたいな、まあ、でもそんなに演技中は見ようとしてない、見ようとしてないというか、ひなぎくになってるからね、世界はね。そうなんですけど、シュッとしてるんですけど、いや、そう、なんか、え、これは笑いが起きるところ、笑いが起こったっていう感じだった。そう、それでは壇上を読んでいきたいと思います。いきます。13位、つーもさん。12位、シティリバーさん。はは、ハロウィン、はは。11位、ピロさん。10位、ホタテサマーさん。9位、ヒロくんさん。8位、東京特許許可局局長さん。あ、お団子しとるけん、ツインテールここしかない。
7位、あきらさん。6位、しゅんたろうさん。今サングラス欲しいんですよ。なんかでもね、似合う形がな、分からんのよね、自分に似合う形が。5位、シャンくんさん。4位、カトユウさん、パンダ。3位、タケトさん。2位、ナナナナムナさん。そして1位は、ドゥルル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 ン、じゃじゃん、シーディアさん。ありがとうございます。ありがとう、しゅんたろうさん、しゃんくんさん、かとゆうさん、たけとさん、あなななむなさん、せりやさん、レインボークもちょう、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう。そして今日のラッキーナンバー22位は、ルル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 ン、じゃじゃん、天然ガラスさん。ラッキーボーイ。そう、緊張してたけどすごく楽しかったです。ありがとうございました。またこれから4日間、ありますか。楽しんでいきたいと思います。またね。みんながひなって呼ぶんじゃけど、そうよ。それでは、今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラポ、おやすみちゅー、また明日。まだ落ちてない舞台メイク。